はい、鳥です。今回は信長山を天下創生 with パワーピット、こちらのシナリオ1551年家督相続にて北条氏康を使って始めていきます。それではご覧ください。さあ、それでは始めていきましょう。前回ですね、確か、武田を滅ぼしたわけですね。まあ、ただそこは、血も涙もない、北条氏康の行動によってなんとか滅ぼしたと、いった状況でしたね。うん。さあ、次は、これによって西方斎藤家だよな。斎藤家をなんとかね潰したいなというところですけど、まあいろいろ考えながら進めていきましょうよ。うん。まあ、ただその斎藤家との同盟もね、あともうちょっとで切れるわけだからね、この辺考えながら動いていこう。とりあえずこのターンでやることは特にないかな。うん。島津が強い。そして有馬家が意外と持ってる。お、摂斎死んだ。え、なに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 、桶狭間の戦いか。すげえな。本当に天が味方してる。ほう、そんな感じで斎藤家が西にうまく領土広げてるね。この婚姻関係は変わらずか。よし、オッケー。なんか欲しいのはいねえな。斎藤家の状況みたい。なるほどね、そういう感じか。そうか、まだ道さんがいるのか。道さんいるのはちょっと想定外だな。何やんやつら強えな。ちょっといろいろ準備しましょう。で、輸送でお金をね、いくつか増やしておいた上で、ちょ、あれが何か探してるんだよ。OK、非鉄が欲しいんだ。よし、 OK、 ここまで準備したらいいかな。どこに行った？まあ、やっぱ奴ら来るわな。多分大丈夫だと思うんだけど。OK。よし。で、これで俺らも攻めに転じるよ。家宝を渡すよと。あれ、どこだ？石安に家宝、後藤君の家宝が渡す。まあでもいいんだよ。とにかく、鬼鉄を使うことが大切だから。
ちなみにあの家宝ってどんぐらいあるの？あ、4等級だったんだ。まあ、OK です。これで決戦ですよ。ただ、ちょっと奴らの状況見とかに、こんな。いや、結構どころかすげえしっかりしてるよ。ちょっと待ってね。なんでこれができてるんだよ。困るな。竹部山城か。金ヶ崎。小山五宝を磨けた方がいいかな。で、斎藤家の状況を見るんだけど、いや、なんだかんだで天下人だよな。5万だもん俺の城のなんだよ、 1.5 倍だよすげえあんな、あいつら。まさに季節ですよ。そのために準備をしたんだから。あー、思い出した。あれやってないじゃん。あれやってないじゃん。ダメダメダメ。いつも大体そんなもんなんだよな。ここはね、ちょっとすまん。我慢して。我慢して。悪いんだけど。城主。ちょっと我慢してね。悪いけど我慢して。輸送で鉄砲を送らせる。よし、これで行くぜ。鬼鉄と。で、最上義明とかもいるんだけど、一番能力、あ、それでこういうレベルか。あ、ただ、あ、ただ収容持ってんのか。収容持ってるんだったらいいかな。でも、一方体欲しいんだよね。いや、だったら悪いけど、ただを外して、宇治重鉄砲隊で持ってくる。これ収容持ってるからさ、だから連れてくる。能力にはそこまでって感じではあるけどね。うちはこれで行くしかねえな。いや、やつら多分相当強いと思うからな。どうするよって。もちろん指揮を取る。お、ちょっと待って、もしかして武具とかあんまない？これはチャンスだな。で、ヤスラの能力は、ちょっとなんで大友総理にいんの？びっくりしたよ。でも能力的には悪くないね。うん。あとは武具を使っていかに勝ちに行くかってことだな。あとは、うん、こっちがメイン部隊だな。押したぜ！お、この間の武田とやった時の陣形とはまた違う陣形だね。今回道さんが相手か。道さん強いんだよな。94ってなんやねんって。よし！よし！砦がちっちゃくて済んだ。助かった。そのために竹部山城を選んだんだよ。じゃあ、小山五号か。あれがさ、観音だったらやばかったよ。大友総理がこのさ、明智光秀でもこっち。秀光、遠山。あ、この辺に舞台固まってるんだ。こっちが、こっちが、あー、そういう感じね。はいはいはい、はい、OK です。もうちょいこっち行こうか。ウさんが動いてるね。まあそろそろ我が軍も動こう。
遠山か。一回こいつマガラ行くと見せかけてでこう。任せくだされ。誰こいつ、前のか。こっち側行ってもらって、これもこっち側行く。どうさん、ここにいるね。ちっ、うまくいかんか。前、これ誰、前のか。前進、前進、放て。なかなかね、攻めづらいんですよ。で、またこっちの方行ってもらおうかな。で、その間マガラを叩く。じゃあ前のか。よし、完璧だ。もうちょいこの辺まで来てもらおう。前のを叩く。よし、オッケー。これでもらった。どうさん、行ってもらおう。完全に包囲した。あ、バカ、何やってんだ。うわ、もったいねえ。もう完璧に潰したと思ったのに。ひるむな。ちょっとね、押し出せ。よし、ま、山ちゃんまさかに一回戻れ。破るではなくて前のを叩く。敵部隊、まずは一部隊。次これ誰、弓隊を先潰したいんだよね。弓隊のは能力そんなないはずだから。富田、あ、そういう感じか。で、山形まさかに今どこにいる。あ、もう脱出してるね。オッケー。だとしたらこっちかな。で、こっちの部隊はちょっとこっちの方に逃げるように見せかけて、一回メインの部隊で耐えるぞ。引き続き戦法だ。耐えるぞ、とにかく。さあ、急いで迎えよ。よし、オッケー。次、お、アーティスミチニがいる。あ、バレた、もしかして。バレちゃ参っちゃうなーって感じだけど。お任せください。ひるむな。これが誰？あ、こんなとこに弓隊いるじゃん。さあ、一気に叩こうぜ。はい、オッケー。いい。稲葉。もう一気に取れ。あんなもんすぐ終わるぞ。引き続き作戦成功だな。あとはあそこがいかに取ってくれるか。ゾウさんも残り900だ。またゾウさんにやったって仕方ないから三井さん。オッケー。もうもらったわ。任せくだされ。よし、一気にいただけ。敵部隊、よし、オッケー。任せくだされ。任せくだされ。こんな回してねえか。これ誰、動産900。あら、やっても仕方ないからもうそこを破りに行って。任せくだされ。撃てー。さあ、どんどん行きな。なんなら全軍で一旦叩きに行っていいよ。敵部隊、はい、オッケー。次、一気に叩こうぜ。敵部隊、はい、オッケー。次、その通り。放て。はい、どんどん行くよ。敵部隊、お任せください。じゃあ稲葉叩こうか。一体なんか引っかかってるみたいだけど、そんなもん知らんわ。かしこまりました。はい、富田だけ。ただし、村上良樹を気づいてないわけないからな。はい、もうこの砦でもらいに行きましょう。全員で行きたいから囲うよ。囲えば一気に終わるね。はい、あともう1000余りじゃないでしょ。はい、そのペースでどんどん行って。攻撃、さあ、ガンガン行こうぜ。敵取りで、よし、オッケー。あとはどうしたんだ。よし、オッケー。
な感じ。だいぶ取れたね。だいぶ取れたよ。美味しいね。で、ただそれでも最後はちょっと島津とぶつかってるな。それがやだな。まあこの辺はがっつり取れたから OK。 であとこれで俺は織田攻めができるね。うん、織田攻めできるでしょ。この辺いけるよね。なんでここなんだ、こっちじゃねえのかよ。まあいいけど。あ、そうか、さっきあれだ、いろいろとあの動作したからか。いやー、なかなかね、苦しいね、これはこれで。今うちの武将の状況としては、まあ、こんな感じか。あの鉄砲とか戦車の2を持ってる人いないかな。戦車1か、戦車2持ってるやついないかな。いないね。まあこればかりは仕方ないね。4つ持ってるのは山形正景だけだ。まあでも山形正景が家臣に加わってくれたの嬉しい。やっぱ来るよな。しかもこいつらやべえわ。ちょっと指揮取るわ。多分町の墓に来るんじゃないかな。あ、意外にも来なかった。進め。私鉄がいるのはちょっとめんどくさいな。よし、裏に回って。よし、これで一気に叩け。何やってんの？そういう意味のわからんことやんなくていいから。本軍が来る前にまず元春叩け。攻撃かかれ。よし、オッケー。で、これ何？弓隊？あ、大将じゃん。よし、一気に叩け。島津義弘。よし。でも大将が来てくれたから助かったわ。さっさと叩け、全員が頑張れ。かかれ。あんま意味ねえか。かかれ。よかった、大将来てくれて。敵部隊、壊滅いたしました。よーし、オッケー。天下人、ついに。天下人ですよ。綱重や中郎、いいね。ん？嫌な予感がしてきた。まさか織田家もこれに繋がんねえだろうな。佐竹吉武だけで済んだね。であれば全然 OK。 うん、これなら全然俺は損はない。どういう感じに来たかって感じだな。それよりいい武将が来てほしい。まずはいい武将を取りに行かないとな。とりあえず西はこれで守る。
東をどう攻めるかな。そのためにやっぱり人材だよ。人材絶対必要で、あとはここを拠点にするで、こうすると攻めれる範囲が広がる。まずどっちから行こうか。関東打破から行くか。わ、本庄がそこにいんの。島津たちもいい武将いるからな。じゃあまずは小坂城ってどんな感じになってる。三層天守、関東に関しては意外となんとかなりそうだね。間違えた。じゃあここ攻めよう。うわすげえ、鬼鉄をこんなに編成できるとは思わなかった。素晴らしいね。あ、またあいつ連れてきてほしい。氏重、これはこれでまだ豪勢だな。あ、撃ってきた。うちに対して撃ってくるからやるな。随分の自信の持ちようで、その姿勢だけは勝ってやる。じゃあ全員でいったら一気にいけるからな。頑張れよ。よし、OK。はい、まずはこれ出てきたやつが叩く。さあ一気に潰そうぜ。よし、いい感じ。オッケー。待った、宇治重ちょっと離れて。おい、またなんか来てたよ。全然来てなかった。宇治安、いや村上義清はいいかな。叩きに行って。これはまずい。全然気づかなかったわ。え、やばい。あ、よかったよかった。あぶねえあぶねえ。いや、ちょっと焦ったよ。6人もいんのかよ。6人もいるとは思わなかった。で、今これ何ができてるの。ヤグラ、あーありがたいね、ヤグラであるんだれば。さあ、ちょっと大変だよ、このヤグラ取るよ。ああ、相馬がやられてしまう。でも仕方がない。よし、オッケー。さあ、こっから反撃だ。まずここにいるの誰。よし、一気に叩け。お前はそこにいるのか。あんまりいねえんだな。で、綱重と宇治康はこっちの救援に行く。相馬と一緒にこれ叩いて。さあ反撃だ。もちろん。よし、オッケー。相馬はね、こっち入ってください。で、その間オッケー、この二人叩いて。よし、オッケー。さあ行こうぜ。誰、あ、村上の仕様か。すげえ突撃してるよ。はい、700切った。はい、いい感じいい感じ。じゃどんどん取ろうぜ。よし、オッケー。北条家臣か。よし、オッケー。どこ来た。お北条か。鉄砲をちょっとうまく駆使してほしいな。天神山城って鉄砲ある？ないんだ。ちょっとそしたら戸郷城を覗いて。うわ、こういう感じか。であればこれでいいんだけど、一徳隊を鉄砲持たせる。で、なんかよくわかんない、お前に軍馬を持たせるつもりはない。あ、むしろお前鉄砲でいいよ。で、矢倉にずーっと囲っていてればいいから。
うん、とりあえずこれでいいかな。ちょっと指揮取らんとね。え、どういう城なの？ちょっと待ってよ。これ、お工場か。あー、お工場ね。はいはいはい、思い出しました。やつら町の破壊に来たね。あ、来ない。オッケー。町の破壊に来ないんであればオッケーです。よし、オッケー。さあ、どんどん撃つよ。いや、いい感じに一特性が機能してるわ。よし、オッケー。敵部隊、壊滅いたしました。はい、今度は川上。敵部隊、よし、オッケー。あ、そこに高橋さんいたか。龍の坂のどこ？そういう感じね。オッケー。あ、こんな前お前来た。任せくだされ。あ、挑発かかんなかったか。かかれ。でもいい感じだよ。よしよし、その調子。いやー、なんとかなってよかった。そう、室町御所の援軍出さなきゃいけないのか、めんどくせえな。ちょっと織田軍の様子見たいからちょうどいいわ。うわ、こらまたすごい武将たちだな。あ、元将軍がそんなところに、そしてそんな近くで戦ってんのかよ。室町御所ってのは戦いやすく、いや違う、守りにくく攻めやすい城って言われてるからな。これもこれでまた面白い。もうやられたんかい。しかもえらい近いところにあったな。うわ、騎馬隊か。まあ、宇宙援軍ってでも高橋入れてるからな。これが何？鉄砲隊か。攻撃。あ、秀吉がいるよ、あんなとこに。撃て撃て。よし、ちょっとでも叩け。担いで鉄壁持ってんの？あ、あるんだ。意外と鉄壁持ってる武将いるんだね。大久保を叩く。よし、オッケー。一騎部隊でも叩いとけ。もう勝家は混乱してる。もう帰るだろあいつ。よし、オッケー。関東もそうだけど、ちょっと九州への足がかりも作っておきたいからね。よし、じゃあ次は、お、一気に奴ら武将が減ったね。分散してるよ。ここら辺ね、固めたいなって前から思ってたから。綱重は連れてかない。綱重は第二陣で行かせる。オブトラマサいいじゃん。でもオブトラマサもいいかな。いっぺんにメインの部隊を連れていくと後が結構苦しいんだよ。宇治テルはよくて、あ、そっか。じゃあこの2人連れてこう。で、これはね、騎馬隊ですよ。よし、これでいきましょう。あ、相馬が何、過労まで来たんだ。いいね、いい感じ。撃ってきたか。あ、何、全然いないじゃん。これ一気に叩こうぜ。ね、おっと、なんか変なこと言っちゃって。どっち行った方がいいか。こっち行った方がいいか。前進。前進。おい、そう、行きますし。うちまた一回戻ろう。進め。はい、残った部隊でここに行くよ。勝ってぇな。これは勝ってぇよ。まあでも仕方ない。弓隊か。打ち壊せ。もうちょいで向こう取れねえか。打ち壊せ。俺たちの部隊が壊滅いたしました。何があったの。全然見てなかった。
打ち壊せ敵一人で。よし、オッケー、これか、これ叩いてみて。敵部隊もう一人で、あと166放て。さあ、行くぜ。敵一人で。よし、オッケー。じゃあ、ポイントを叩きな。あー、ちょっと待って、やりすぎた、やりすぎた。こっちも叩いていてほしい。敵部隊よし、オッケー。最後ポイント叩いて、敵部隊オッケー。マジ、よし、叩いた甲斐あったわ。でも逆に言うとこっちはじゃあ兵残ってるんだ。こんなかい。まあいいや、交渉戦やれなかっただけまだマシとしよう。常任あと何、1800人か、意外といるな。で、第二陣で綱茂ですよ。で、こういう使い方もしていかないと。あれ、そのために俺あいつ入れといたんだけどな。ここでね、鉄砲隊2人連れてきてほしいわけ。そのために鉄砲を持たせたから。よっしゃ、行こうか。お、なんか割とあっさりいけそうな城だな。それは知ってるんだけど、あと1つ、こっちが300ちょっとだね、こっちが1200。お、だいぶ削れてるわ。はい、この櫓取って、櫓取りは一気に終わるよ。よし、オッケー。さあ、上行くよ。あいつは無視だ。さあ、御殿取るよ。もう1000ないからね、いけるいける、余裕だ。よし、オッケー。あら、広中か。よし、これで関東はようやく奪回した。ほんと、やっとだよ。あの原とここにいるこの原って一族なのかな。よし、で、ちょっとどんどん武将を取りに行きましょう。よしよしよし、いい感じいい感じ。あと川尻秀隆、よし、オッケー。宍戸高家、確かまあまあアベレージな能力はあったはず。土橋、あ、土橋欲しいよ。オッケー、最下集だからね、鉄砲強そうだし。よしよし、これも鉄砲系強そう。よし、いい感じいい感じ。よし、オッケー。で、論功と、まあ今来た武将の時は100ずつお金をあげるよ。で、守りの要として送っとくけど、まあでもそこまでやんなくても平気かな。あ、西に送っとこう、守りの要として。まあ要とも言えねえか、それは大げさだったな。土橋、川尻、別所、まあこの辺り入れとこう。よし、オッケー。あとは今は特には大丈夫だね。あ、委任を忘れてた。こ、失礼、完全委任。よし、さあどんどんこれで北上していくよ。西は守りつつ、西は守りつつ北上していく。待ってたよ、この武将を俺は待ってたんだ。大名自らでも生きるだろうけど、ここは一族にやらせる。待ってました。よーし、ようやく来てくれた。探してたよ。ね、長尾が出てるのは配下に入れたかったんだよ。よし、あとはまあ言い方だけはもう適当でいいですね。
さっきの引き続きどんどん詰めていきましょう。いや、長岡にいたら嬉しいね。次はどこの穴開ける？これ、上に行くか。上に行ってこれ孤立させるか。ね。そうすると、まあ攻めやすくなるなと。あ、日清祭そこにいるんだ。なんで九州にいないで、まあなんだろう、今で言う仙台に行ってんだろう。ちょっと謎だけど。あれ、ここ攻めれないの？あ、そうか。雪だからだ。なんかね、切り崩し作戦で俺やりたいタイプだから。うわぁ、西の方が強えな。ガードが硬え。じゃあ仕方ない、このターンはなんか、まあ、攻める場所もないっていうか、長岡寺をフルパワーで使えるんだったらぜひやりたいけど。でもどうだろう、織田攻める？織田攻めでもいいな。織田全力攻めやってみる？こんな感じか、城の構えとして。岡崎、名古屋。名古屋がまだ攻めやすいか。で、仕掛けるんであれば、ああ、名古屋なんだ。で、ここ、ああ、そういう感じか。ちょっと、少し下調べをしないと分かんねえな。よし、上忍。あ、下忍かい。下忍かよ、まったく。鬼はた、あ、無駄な、ここら辺は。よし、上忍。もう一箇所ちょっとね、調べさせたい。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ちゃんとやってよ。中忍。まあいいや、中忍で。これはちょっときついね。信長全軍来る可能性十分あるから。でも信長はあんまり大して、信長以外は大したことねえな。ここにくさび入れとくか。もう一回見とくけど、ここは、櫓。こっちの櫓ってどうなってんの？うわぁ、すごいしっかりしてるよ。あの図もしっかりしてるなぁ。清洲城はこういう感じか。いや、どうしようかなぁ。こっち攻めるにしてもって感じだけど、ちょっと長くなりすぎたからいいや。一旦こんなもんにしますわ。うん。とりあえず、サイド陣の決戦も制して、西国あらかた手に入れました。そして見事、うちが今度天下人になりましたね。で、今、それはそれで良かったんだけど、なんか、島津、南部、佐竹の連合ができたって、まあ、佐竹の給料値は全部今手に入れました。で、こっからはですね、ちょっと東北しっかり攻めたいなと思ってます。でも、織田の領土も欲しいんですよね。まあ、それでどうなるかって感じですね。うん。で、あとは、念願だった。ね。長岡寺虎が我が配下に入ってくれたので、これはとても嬉しい。うん。というわけで、次回以降とても楽しみですね。それでは今回はここまでにしようと思います。ここまでご覧いただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。